それでは、第3回として、意味解析の方を間が担当させていただきます。はい、今まで2回やってきて今日3回目なので意味解析をやっていきます。まず、意味解析っていうのは、形態素解析、構文解析の続きのようなところで、構文解析で、結果変子列の並びが妥当だと判断されて構文儀で返ってくるってこう前回言ったんですけど、それを用いて、次にこう品詞が妥当だとしても次に意味的に妥当かどうかということを、判断するために意味解析があります。そのために、この単語の意味、単語自体の意味を特定したりだとか、単語間の意味的な関係の同定、単語一つだけじゃなくて二つの単語の関係について調べるということをやっています。で、そもそもなんで意味解析が必要なのかといいますと、例えばリンゴを食べる、石を食べるっていう文章があったときに、これを形態素解析で、単語ごとに分けて品詞与えてっていうふうにやっていくと、リンゴを食べる、名詞助詞動詞、石を食べる、これも同じように名詞助詞動詞っていうふうに分けられます。で、次にこの形態素解析して得られた結果を構文解析で使うんですけど、これパッと見どっちも石を食べるってすごいおかしいのにもかっていうイメージがあるのにもかかわらず、構文解析だと、名詞助詞動詞っていう並びは正しいっていうことで、もう2番目ももう品詞的には正しい文章だということで処理されてしまいます。そこで、リンゴは食べられるけど石は食べられないよねっていう、我々のなんか常識みたいなところから、石を食べるという2の文を排除してあげるというのが意味解析の具体的な、ざっくりとした流れになっています。で、まず最初に説明しましたこちらの単語の意味の特定、語義の曖昧性の解消というところについて説明していきます。2つありまして、まず核フレームを用いた方の解消例で、核フレームっていうのが、まずある単語についてどんな単語と一緒に現れるかを示したものです。例えば、日本語の食べるだと、誰々が、私がとかで、何々をご飯をとかで、どこでとか、帰りに昼食にとか、基本 5W1H みたいな形で表されるんですけど、こういう形で表されていきます。で、食べるだと基本的に意味1個しかないんですけど、例えば英語で言うとテイクとかだと、大きく意味を分けると、撮る、写真を撮るの方の撮ると、普通に食べると、あと乗り物に乗るといった大きな3つの意味があります。で、それぞれに対して、動作主と対象、どんなものが動作主に来てどんなものが対象に来るかっていう、簡単な要領みたいなものが入っています。ここで、簡単な例として、ここにある3つの意味を持ったテイクについての、曖昧性をどのように解消していくのかっていうふうな例を示していきます。例えば I take a picture っていう例文、英文があったとして、ここのテイクがどんな意味なのかっていうのを判定していきます。まず、シソーラスっていうものを用いて、核フレーム、先ほどありましたフレームと、入力したこの I take a picture っていう文章の、単語間の類似度っていうものを計算していきます。まずシソーラスっていうのが、こちらの図にあるんですけど、単語とか概念、例えば人間だったり物だったり行動だったりっていうものを、木の構造にどんどんこう細かくなっていって分かれていくっていうような、辞書みたいなものなんですけど、それを使っていきます。で、単語間の類似度を計算するってあったんですけど、類似度っていうのが、根からの深さ、例えば人間だったら1とか、ピクチャーだったら3とか、
っていうふうに、上から少しずつ振られていく深さを用いて、例えば単語 WI と W、 あ、すいません、これ I になってるんですけど J の類似度を計算するときは、それぞれの単語の深さどこにあるのかっていうのを調べてあげて、で共通する上位単語、例えば、ピクチャーとバスとかだったら共通、どんどん上に行って共通するものがものっていう概念なので、そのものの深さを分子に置いてあげて、あ、すいません、これ私式間違ってるんですけど、これ共通する上位単語の深さを2倍してあげて、で、類似度を計算していきます。で、先ほどもこれから実際に計算していくんですけど、テイクって、大きく3つの語義があるって言ったので、例えば入力文の、動作主が I、 対象が、ピクチャーって分かっている前提で、それぞれの語義について類似度を計算していって、どのテイクの意味を、つけるのが正しいかっていうのを、最も妥当かっていうのを計算していきます。最初にまず撮る、写真を撮るの方の例ですと、動作主の、類似度と対象の類似度を計算して足し合わせて計算していくんですけど、例えば、IT かピクチャーの入力文の、なんだっけ、動作主が I で、各フレームにあった取るっていう、動作主の一番最初のところを持ってくるんですけど、非ってなってて、それの類似度は、どっちも同じ深さ2にあって、共通する、概念が人間なので、こちらの3番目にもあります通り、I と非の深さが2なので 2+2 で、共通する概念が人間なので1で、それを2倍するのでかける2をして、0.5 というふうに類似度が出てきます。同じように計算していくと、今度対象物なんですけど、入力文がピクチャーで、各フレームの行列にあった、対象が、フォトなので、それぞれ計算していきます。深さを求めるんですけど、ピクチャーもフォトも深さが3で、共通するものが、例えば物の1個下にある美術っていう概念が共通しているので、美術の、2を2倍してあげて、それを足し合わせると、写真を撮るっていう風な各フレームを用いた場合の類似度が、1.167 というふうに出てきます。で、さっきの式で、なんだっけ、類似度が基本的に0から1の間に入るって言ったんですけど、今回は、1個だけじゃなくて動作主と対象2つで計算しているので、今回の場合の類似度は1よりは大きくなります。で、次に食べるの意味を選択した場合の類似度は、先ほどと同様に、動作主は I で、各フレームの用例の方が非ってなってて、これもこの類似度は多分先ほどと一緒なんですけど、この対象物が違って、入力文がピクチャーなんですけど、対象、各フレームの食べるの用例が、対象がアップルなので、アップルがこちらにあります。で、どっちも深さが3なんですけど、今度共通する上にある概念が、結構上の方にあるものになるので、少し、類似度の計算が変わって、値がちょっと落ちて 0.833 というふうになります。で、最後3つ目、乗り物に乗るの方の意味を選択した場合の類似度の計算については、また動作主の I と非は同じなんですけど、この対象、乗るの対象の用例が、バスなので、ピクチャーとバスの類似度の計算が、ピクチャーはここにあるんですけど、バスが結構下の方にあって、深さが5で、また共通するピクチャーとバスに共通するものが、またアップルの時と一緒なんですけど、ものなので、このように計算すると、またさらに値が小さくなって 0.750
というふうになります。で、もうこれで、テイクの簡単な3つの語義についての、類似度を計算したので、これらを比較して、取るが 1.167、 食べるが 0.833、 乗るが 0.750 なので、まあ、今回は、写真を撮るの方の取るが妥当だろうということで選択されます。このようにこう用例から、対応する語義、今回は取るを選択したんですけど、これをこう用例に基づく手法というふうに呼びます。で、次にコーパスを使った方の曖昧性解消についてざっと説明します。まあ、あらかじめこう語義が与えられた、タグ付きコーパスみたいなものを使いまして、ある単語について語義が用いられたときに、まあ、その周辺の単語の情報を、あらかじめ入手しておいて、それを、入力文について調べていくというふうな形になっています。で、これ次なんか数式みたいになるんですけど、例えば、W1 から WN と、W って単語があって、そのまた端っこに後ろに WN+1 から2N まで、W の間に N 個ずつ単語が並んでいる場合に、W の語義を求めたい場合を想定してやっていきます。で、単語、両サイド全部 2N 個分の単語が、対応する語義 S が使われた時の確率を、最大にする、語義 S を求めていきます。で、まあ、ベイズの法則から、条件付き確率みたいなこんな式になってきて、まあ、分母がもう、これが単純にこれ出てくる確率でもう無視できるので、 S 関係ないのでもうこれを無視しちゃって、分子だけの式になって、で、この W1 から 2N っていうのを、簡略化した結果がこちらの、全部の掛け合わせのような形になっています。で、分子にあったこの P かっこ S で、これは語義が使われている確率っていうのはもう、コーパスからまあ計算できるので、今回の、この、単語 W1 から W2N が、S と共有する確率を最大化する S を求めるってあるんですけど、これは結局こちらの、語義が S が使われた時の、単語 WI、I は1から2なんですけど、これが出てくる確率の掛け合わせを最大化する問題とに執着するので、これが、ベイズ分類というふうに呼ばれています。で、ここまででこう単語一つに対する語義を決めるっていう最初の動作をやってきたんですけど、次に、単語間の関係の同定について説明していきます。例えばこうドアが開いたっていう意味の4つの文、この以下のように4つある時に、全部ドアが開いたっていう意味を示してるんですけど、でもこれって構文の構造からはただこうドをかかるとしかないので、まあ、共通性が見えてこない、全部違うような文と解釈されるので、まあこれをこう自分たち人間みたいにこうドアが開いたっていうふうに全部共通性を持たせるためには意味の構造を用いていきます。まあ単語間の関係を抑えるためにまず核というものを説明していきます。核っていうのは、文中の単語間の関係、まあ、大きく分けると表層核と深層核があるんですけど、表層核は、まあ、どちらかというとその構文解析までで求められる、誰が何にかかっているとか、どれが何にかかっているみたいな簡単なところなんですけど、
深層核っていうのが構文解析から求められない、今回知りたい、意味の共通性を知るところで大事な核になっています。でこのように動作収穫、対象核、目標核、場所核などこう6つぐらい例があって、まだまだ例はあるんですけど、ざっくりまとめるとこんな感じになっています。でこの、核、深層核の、どんな核が当てはまるのかっていうものを持って用いて、先ほどのこちらの4つの文をまとめていくと、こちらのような形に表すことができます。でこれをここまで出せると、この何て言うか、例えばこう1番のオープンからジョンが動作主格だとかっていうふうな意味のまとまりを、意味構造というふうに言うんですけど、これを見ればなんとなく見えてくるんですけど、どれもオープンからドアに対して対象格っていうものが振られているので。これでやっと、4つの文で、オープンとドアの間に対象核の関係があるので、ドアが開いたっていう風な共通性を見出すことができます。で、最後に今回のまとめです。意味解析は、構文解析だけでは不十分なところ、意味の部分、例えば石は食べられないとか、共通性を見出すとかっていうところは使います。で、語義の曖昧性の解消、すいません、これ字間違えました、語義ですね。で、核フレームとかコーパスを用いています。で、単語間の関係を核といって、構文解析から分かる部分を表層核で、分からない部分、本当に知りたい関係性があるところが、深層核というふうに言います。で深層核は先ほど図4つの図でも表した通り、意味構造という形で表現することができます。これで発表を終わります。ありがとうございました。